今自宅で外へ外出自粛しましょうっていうことで、何か時間つぶしにやれないかなと思って探したのがこれです。ペーパーシアター、ラピュタの城に出てくるタイガーモス号っていうので、こういうのがあったのでちょっと作ってみようかなと。一応時間は30分ぐらいでできると書かれてたので、まあ初めてやるにしてはいいかなと思ってこれにしました。じゃあ実際中開けていきます。一応裏こんな感じで待ってます。じゃあ実際中開けていきます。はい、中には、袋にパッケージされたものと、あとは説明書かな、これ。こんな感じで説明書載ってます。入ってる材料と順番に切り取るものとか書かれてます。で、このパッケージの袋の中にはこんな感じで、結構細かいね。一応なんかレーザーでカットされてるみたいなんで、これをまあ枠外して組み立てていくみたいです。ただこれ今黒い線があるけど、これがレーザーでカットされてるみたいな、これを切り離していって組み立てます。ね、まあ必要なものとしてはカッターとかボンド、あとピンセットなんかもあるといいって書いてあったので、そちらを使っていくんですけど、デザインナイフっていうものがこれ100均で売ってるものであります。で、こちらカッターナイフよりかは刃先がね、結構短くて、こんな感じでね、使いやすいのでこちらを使っていきます。これと、まあボンドはもう公用ボンド。ね、まあひょっとして両面テープ使うかなとも一応うちにあったものですけど、これも100均で揃えるものになります。ちょっとね、透明フィルムって書いてある。で、ピンセットが、まあ自分が持ってるのがこの先の曲がったやつと、まあまっすぐなタイプ。多分曲がってるのも使うことが出てくるかなと思って一応準備してます。まあひょっとしたらまっすぐのだけでもいいと思いますけど、これも100円ショップで揃えることができるので、もし必要であればそこで揃えてもらうといいかなと思います。まあなければね、このまっすぐのでもいけると思いますけど、一応自分はこれ準備してます。ちょっと開けていきます。よいしょ。なんか透明の、これは裏板かな、裏にあるやつで、これが多分ここに挟んで見込んでいくやつで、一番外枠、もうこれほぼあれですね、ほぼ完成してるやつ、うん、もう一応なんかカットされているから、この外枠、今番号これ振ってあるんだけど、今これ今321ってあって、この外枠は外して組み立てていくみたいですね。これが4番、面白そうだな。これ5番、あ、これがめっちゃ細かい。これが背景になるんかな、多分そうだね。一番背面に持ってきて、でこれが最後の6番目、まあ、一番下に来る部分だ。これやって、この黒いフィルムやって、よいしょ。で、5番のやつが、まあこの辺細かいものがあるので、これをやりながらこの上にこいつを重ねててっていう感じっぽいですね。あ、でも完成が楽しみ。値段的には Amazon で1100円しないぐらい。とりあえずこんな感じで中入ってます。じゃあ完成までちょっと楽しみ。
empty hearts and neon lights. They're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this overthinking. Oh, 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 oh. The more I swim, the more I'm sinking. Take me to a world of silver. No more heartbreaks, tears, painkillers. Take me somewhere unfamiliar. Bring me back to where we started out. Get me out of now. To where we started. Starting fights, turning truth to lies. Gotta get up, stop wasting time. Yeah, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this overthinking.抜けてみてこっち、壁の中に乾けばだけど一応完成。おお、かっこいいじゃん。いいじゃん。うん、ね、かっこいい。あ、ここでかっこいいな。裏はね、裏は何もない。何もない。で、下。あ、多分こういう横とか、まあ上でもいいけど、うん、色のついたライトとかやったら、うん、結構幻想的になるんじゃないかな。後ろは黒っぽい紙が貼ってあるから、うん、こんな感じ。はい。完成しました。細かい部分だけね、ちょっと大変だったけど、でも、まあ、結構無心になって。と思います。実質何分ぐらい、何分、1時間ぐらい、1時間ぐらいかな。1時間もちょいかもしれない。すごく慎重にちょっと今回はやったので、初めてっていうこともあって、まあ細かいのさえなければもうちょっと早いのかもしれないけど、慣れればもうちょっと早いのかな。そんな感じです。はい、はい。